皆さんこんにちは。どんぐり教員セミナー。今回は全体から見る思考法の13回目、神話図法とはということでお話しします。全体性から考えるツールとしての神話図法。神話図法とは何か。情報やアイデアなどは通常整理されてはいない状態なんですね。無秩序だったり、つかみどころがなかったりします。また、漠然としていてはっきりしない問題などがあるわけなんですが、こういうものを考えるときにですね、言葉の意味合いとか神話性によって、グループ化、図式化する、こういったことが有効だと言われています。このように問題の所在や本質を明らかにするための情報整理法の一つが、神話図法ということになります。実際に神話図法を見てみましょう。IT スキルを上げるということでですね、アイデアを出してもらったとします。そうするといろんなアイデアが出るんですが、ここでは知識を習得するもの、実践的な演習をするもの、学習環境を整えるものというふうに分類しました。このようにカードを分類することによって神話図ができていきます。神話図の作り方ですが、特定のテーマに関して多様な考えを言葉として出すのと同時にですね、カードや付箋に記入していきます。その後、関連性や親和性を感じさせるカードをひとまとめにしてグルーピングします。そのグルーピングしたカード、集めた理由を記入した見出しとかタイトル、キーワードでくくります。そしてカードを台紙とか模造紙、ホワイトボードなどに配置して枠線などを書き込めば図が完成しますね。これオプションなんですが、図を参照しながら最終的に文章を作成するということも考えられます。神話図法が役立つ場面なんですが、アイデアや情報の整理をすること、特にですね、時間の変化をそれほど考慮しなくてもいいものや、原因とか結果ですね、この関係をあまり重視しなくてもいいもの、単純にアイデアを拾うといったような時に神話図法は有効です。これ似たものに関係図がありますが、関係図の場合は矢印や線で結んだりですね、このようにグラフィカルに書いたりします。図を作成するためのアプリなどもありますので、試してみてはどうでしょうか。今回は全体から見る思考法の13回目、神話図法についてお話ししました。